声が聞こえています。わあ、かっこいいですね。凛とした空気が張り詰めています。2021年、徳島県剣道連盟に新設された浄土部会。老若男女およそ30名の会員が稽古に打ち込みます。杖を武器とする浄土、剣道、居合道と並ぶ三大武道の一つです。神道無双流の創始者であります無双権之助勝義、浄土の、これ創始者になるんですけども、その方が編み出した、武道であります。剣豪宮本武蔵をですね、倒したと言われている達人でありまして、最強の武道であります。杖は長さおよそ128センチの樫の木。平凡そのものに見えて、この一本で槍、薙刀、太刀となり、変幻自在、左右の技を連続で繰り出し、相手が応じる隙を与えません。浄土は決められた型を稽古する型武道。試合では杖と木刀で演武を行います。今からご披露いただくのはどんな型なんですか？そうですね、浄土のですね、制定型、これは12本目まで、定められているんですけども、その中でも高度な技5本目のですね、左官という、制定型、これを、披露させていただきます。最初にこのように相互の礼をお互いにします。そしてそれぞれが太刀と杖をお互いに構えます。そして太刀の方は八相の構えから大きく打ち込みます。太刀に対して杖がそれをさばいてですね、大きく打ち落とす、太刀を落として、最後は気を抜かずに斬新の所作、最後まで縁を切らずにですね、双方が気を入れて、最後にお互いの礼を行います。気迫がすごいですね。こうビリビリきました。そうですね、やはりその双方の先生のですね、気迫、非常にこう迫力のある気持ちのいいですね、素晴らしい、方だったと思います。剣道や浄土などに精通し、武道歴は半世紀以上という浄土部会長青木茂雄さん。達人直々にご指導いただけるということで、右側の小指の5センチのところでこうやって、これを立定と言います。まっすぐ姿勢出してね、本手の打ちっていう単独動作があります。本手打ちよーいって言ったら、相手の上先で左目を攻めます。そして右手をずらしたところが上の4分の1、4等分の1です。本手打ちよーいと上をいっぱいにとこう引いて、この棚、ここを棚心と言いますが、棚心でこういう感じになってます。引いたらこういう感じで、上先を相手に向け取って、ここからと真ん中にこう打っていきます。上をまっすぐ引きます。そして左足を出して、はい、えいと打ちます。はい、えい、はい、今度は左足と、今度こっち引きます、引きます、まっすぐそのまま、今度右足を出して、えい、クロールのように、えい、そうです、えい、上手になってきた、引いて、お上手になってきた、引いて、えい、お、いいですよ、えい、はい、引いて、えい、よろしいです、それでいいんです、よろしい、それでいいんです、それでいいんです、それでいい、わずかの数分でね、素質ありますよ、頑張ってみてください。はい、普段こう使ってないこの辺りとかの筋肉を使うので、いい運動になりますね。ほぐれました、楽しいです。実際に程よい運動量でありながら、両手を広げて左右同じように杖を扱うことから、バランスのいい体作りにつながるそう。健康法として
取り入れる人も多いんです。普段動かさないところを動かしたりするので、とってもやった後は気持ちよく練習しています。以前から武道には興味があったんですけれども、ここの浄土を見学に来させていただいて、すごく楽しいので続けさせていただいております。健康のために始めました。だいぶ体の方もくたびれてきておりますので、ちょうどいいのかなと考えております。年齢や性別、そして経験に関わらず無理なく参加できる浄土。意外にも伝統武道の門は広く、誰にでも開かれています。本当にね、無理なく激しくなくですね、楽しめる武道でありますので、子どもたちからお年寄りの方、そういう方にもぜひともですね、体験してもらいたい、そういうふうに願っております。浄土よろしく。Thank you.